フレンデールのホーイック男爵は、連合王国貴族の男爵位。ベアリング財閥の一門で、植民地行政官のイブリン・ベアリングが1960年に、上されたのに始まる。本邸のホーイックホール初代、クローマー伯爵イブリン・ベアリングの三男、チャールズ・イブリン・ベアリングは、第五代、グレー伯爵チャールズ・グレーの娘ベアリー・セシル・グレーと、結婚したため、グレー伯爵家の本邸だった。 ホーイッ法ホールを彼女と共に相続した。また彼は、南ローデシア総督やケニア総督など、植民地行政官職を歴任した。その功績で1960年2月8日の、直居上によって、連合王国貴族ノーサンバーランド州における、ホーイックのグレンデールのホーイック男爵に除された。初代男爵の死後、その一人息子であるチャールズ・イブリン・ベアリングが二代男爵を、継承した。 2016年現在も彼が当主である。本邸はノーサンバーランドにあるホーイックホール。家訓は好意を持って国王を守れ。ありがとうございます。